佐藤輝明、2三振で通算500三振。日本生命生、パコーリュー戦、オリックス4-0阪神、11日、京セラドーム大阪、阪神、佐藤輝明内野手がプロ2年目左腕に完敗を認めた。オリックスの先発、曽谷の前に2回無四一塁の第1打席は見逃し三振、4回一四一塁の第2打席は通算500三振目となる空振り三振に倒れた。慣れている球がすごい良かった。と脱後、チームとしてもオリックスの4投手を前に、今季ワーストタイの15三振を喫した。相手バッテリーの配球や駆け引きもろくにせず初球からボール球を振ってるようじゃ、いつまで経っても同じやろ。3球ボール球投げられてもいつも1、水戸を追い込まれる選球眼の悪さが致命的。一郎でも打たれへんようなボール球に何回空振りしてることか。プロ入り以来順調に三振を重ねる佐藤選手にとっては500三振も単なる通過点に過ぎないよね。このままいけば大記録の夢ではないだろう。佐藤てるほどではないにしても、柳田とか村上も三振は多いから三振の数は気にしなくていい。柳田、村上に比べて打てるゾーンが小さいのが問題であって、今日に関してはみんな三振しまくりだから、もともと三振多い佐藤だったらそら三振くらいするよ。近本でも苦戦してるわけだし、佐藤ミエセスコンビに期待しすぎるのは酷。内野安打を気持ちが出たと思うけど、他の打席は頑張ってもらうしかない。守備も宗選手は甘すぎますね。アメリカ行って打撃フォームよりすること他にあったはず。そして春先オープン戦前やったか、打撃が何か分かってきたとかコメントしてなかったか。三振するのは仕方ないが、同じやられ方をされないでほしい。毎回リプレイ映像を見てるような三振。佐藤もそうだが、中野木浪は全く合ってない。しかしなんでミエセスを使うんだろう。豊田はなんで一軍に呼ばれたんだろう。打撃コーチに外部から優秀な人招聘してほしい。相変わらず何でも振ってる。来た球を振っているだけで何を待っているのか読みもないのか期待できない。最近はどうせ三振やろってな具合で見てます。とは言っても3年間の成績はすごいに尽きる。ギャーギャー言い過ぎ、黙って見守れ。サトテルに責任持たせた4番の方が打ちそうな気がする。よみがえれてる。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。